皆さんこんにちは、くるみです。今日は、私が最近購入したザラのお気に入りのバッグをご紹介します。それと今日ちょうどバッグを使ってお買い物に行っていたので簡単にバッグの中身のご紹介もしていきます。よかったら最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、ではバッグなんですがこちらです。このバッグをつい先日購入してもうデザインに一目惚れで、こちらは値段とか見らずに即決しました。でお値段が4990円です。このように少し薄型なのであまり大容量というわけではないんですけど、まあ持ち物が少ない時にこちらは使うように最近しています。この辺りの長さなんですけど、この持ち手がついているのでショルダーを外してハンドバッグとしても使うことができます。のでワンピースの時とかはこういった持ち方が可愛いかなと個人的には思っています。はい、このスタッツがすごく好きで、この持ち手にもついているのが本当に可愛いなと思って、デザインは本当にお気に入りです。開けると裏地が、布の裏地がついています。私はミニバッグを使うことも多いので、お財布とか小物類っていうのが大体全部ちっちゃいのでそんなに困らないなと思っています。まあ、本当に荷物の少ない日のお出かけ用のバッグとして、はい、気に入っています。そしてここからバッグの中身紹介なんですけど、まあ、いつもと同じキーケース、こちらはルイ・ヴィトンのキーケースです。今日はお財布なんですけど、このカードケースですね、はい、こちらもルイ・ヴィトンのものなんですけど、こちらにカード類とお札と入れて、コインは主人のお財布から取り出して使っていました。車の鍵です。こちらフランフランのクリアポーチなんですけど、こちらの中にハンカチと化粧直しの時に、まあ、今日使わなかったんですけど、ナチュラグラッセの01番のフェイスパウダー、 RMS のブレインティーザーですね。ヘアゴムはプラザで購入した型がつきにくいヘアゴムで、このベージュとかのくすんだカラーの4本セットで販売してあったものを1個入れています。まあ、今日はこのように結んでお出かけしたんですけど、ちょっと下ろしていってご飯を食べるときに少し結びたいときに型がつかないので、一瞬これで結ぶようにしていて、いつも入れています。でこちらがブレスケア、ザラの香水、ライトリーブルームという香りの香水です。ロールオンタイプでちょっとつけるだけですごくいい香りがするので、あんまり減ってないんですけど結構使っています。爽やかな香りなので夏は私はこれが今すごく多いです。この街はあるので入れ口が少し狭いんですけど、意外と中身が入るので、もうとにかくデザインが可愛いので、こういったデザインちょっとかっこいい感じの、発売開始から多分そんなに経ってないとは思うんですけど、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。以上が私の最近の一番気に入っているバッグの紹介でした。少しでも参考にしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日も最後まで見てくださってありがとうございました。バイバイ。